YouTube に動画をアップロードすると処理中という表示でアップロードできない一晩放置しといてもアップロードできないそういう現象ありましたでも解決可能ですね昨日この動画をアップロードする前の日 YouTube で動画を数本アップロードしましたでも処理中でアップロードはできたと言われるんだけど公開されないなんだろうなと思って まあ一晩放置すればいいだろうと思って、そのまま寝てしまいました。今日のあた朝開いたら、アップロードされてないんですよね。それ何が原因なのかなそれツイッターでこの今の動向を見てみたら、数人の人数人の人がなんかアップロードできてないみたいですね。それ対策考えてみたら、ブラウザーの,このいわゆるなあの 蓄積,蓄積されてる情報、クッキーとか、まあ、ここフ,ォームフォーム情報とか、いろいろあります。キャッシュとか、そういうのを消したらアップロードできるようになりましたね。まあ、YouTube のサービス、なんかあのブラウザーの中に残っているデータによって何か不具合が起こる。そういうことあるかもしれないですね。ですので、アップロードできなくなったら、ブラウザー、 全てを真っさらにしちゃうのがいいと思いますね。まあ、それによって、記憶されてたパスワードとか、あとログインデータとか飛んじゃって、もう一度ログインしないといけない。そういう問題もありますけど、まあ、仕方ないのかなと思いますね。もし YouTube に動画をアップロードできない。そういう時は、ブラウザの情報を全部消してください。私はこの方法で解決しました。まあ、この動画アップロードしてる今日、 2013年の10月21日現在で困ってる人多いのかなと思います。その人はぜひ参照し、ぜひ参,参考にしてください。あと、まあ拡散してくれるのも嬉しいですね。